石川さゆりです。行きのアルバムが完成いたしました。これは、去年からもずっと私作ってたんですけれども、日本人の江戸の行き、これをぜひ今回は皆さんに、聞いていただきたいなと思って作りました。で、もともとは昭和の時代に、今からだからもう30年ちょっと前に、子どもたちに、こんな童謡って日本の歌素敵なんだよっていうことをお届けして、でまた、平成の一番最後では民謡を、民という形で、作ってみました、まとめてみました。で今回は生きというアルバムです。ただでも童謡、民謡、生き、小唄、羽唄、俗曲って言っても、いやもうそんなのちょっと時代違うし聞けないかなって思われるかもしれませんけども、今の時代、その時代に生き生きと活躍する音楽仲間、音楽家たちが、ぜひ日本のこんなにかっこいいっていうのを忘れちゃってるんじゃないかな、届けたいねって言いながら作りました。で今回も亀田誠二さんが音楽のプロデュースをやってくださって、それですごく嬉しかったのは、やはり宮城、ギターの宮城さんとか、それからラップのクレバ、そういう皆さんとも、作りとしてはね、今の令和の新しい時代がやってきたよっていう、そういうことでも今忘れていけないのこういうことだよねって、いろんなことをラップで、進めながら、そしてヒューンって時代が江戸へ落ちていくという、そこから、皆さん真っ黒系の系、この歌ってこれで30円、真っ黒系の系とか、そんな歌でもコマーシャルですよね、ご存知かと思いますけど、あ、いろんな日本のこういう、小唄、羽唄、俗曲って生活の中に歌われてたんだなっていうのをふと気がつくことがあります。そういう面白い素敵なアルバムなので、ぜひ聴いていただきたいです。発売は2月の19日です。でも先行、ストリーミング配信という形で、そういうレコーディング風景とか、こうやって生まれましたっていうのを皆さんに聞いていただきたく思います。それは1月30日から、スタートしております。どうぞ見て聞いてください。江戸の花、良い腰の銭は持たねえからと、事の始めに駆けつけ3杯、あれよあれよと酒3杯、さあさあ歌うた、やっとやっとやっと。俺最初首都高って言おうかと思ってたんですよ、東京だから、うん、だけどなんか高速道路、まあ、お話にもなんかこうメモにもあって、うん、で調べたら首都高めっちゃ曲がってるじゃないですか、うん、あれってなんか高速道路は共用地にしか建てちゃいけないって言われて、川の上、うん、川とか堀とかね、うん、でそれがなんかちょっとこれ川の流れってなんかちょっと歴史、うんがあるじゃないですか。そういうのはやっぱ勉強するとつながったりとかして、うん、じゃあ川の流れは高速道路かみたいな。交通網っていうのが何だったのか、ね。ああ、そうですね。本当そうですね。そうでした、そうでした。そうか、昔はそここれだったり、うん、水の都だったっていう。結構埋めたって書いてありましたね。その何本か。そうですね。喧嘩は江戸の花、平安でベランメイ負けらんねえ、いきなり兄さんが切る短歌、シャッチョコバンナ、そこの若旦那、勝ちと喧嘩は江戸の花、酔い腰の銭は持たねえからと、事の始めに駆けつけ3杯、あれよあれよと酒3杯、さあさあ歌う歌、やっとやっとやっと、さあさあ歌う歌、やっとやっとやっと、やっとさあさあ歌う歌、やっとやっとやっと、やっとさあさあ歌う歌、やっとやっとやっと、勝ちと喧嘩は江戸の花、遠くで反証がちゃんとなりゃ、なんかこうその白玉になってるのがすごくこうこのテンションがこう上がってきてるのに、うん、なるほどね、もったいないなって、このメロディーが悪いんじゃなくて、この流れになった時にねすごくもう少しなんかね、でもあんまりここやりすぎると、
さゆりさんファンにね怒られそうな気がするんですよ。ま、待ってましたって来たのに、またお待たせまたお待たせ来たよお前なんだよみたいな聞いてみたいな。東京変わらず川壊し壊されまた再生朝も夜も眠らず輝いて川の流れは高速道路に空にどんどん伸びる頭上のビル。これバージョンやってみる？あ、もちろん全然いいですよ、うん、そのリプライズ想定だとしてってことだよね、うん、了解です。全身同居している自然に明治大正昭和平成令和の風いつだって忘れちゃダメ雨。めちゃいい。ありがとうございます。これダブってみようか。はい、もう一人やりたいです。で、なんか俺一本だからちょっとちょい開きぐらいで、うん、置いてくれたら以上で。はいよ、ありがとうございます。そう、うん、そこにあのギターサムライギタリストギター侍にしちゃうと違う人になっちゃうサムライギタリスト、サムライギタリストね、うん、あいつやんちゃなんすよ。全然あの基本に合ったものは外していただいて、ご自分の、うん、でもあまり外すと本当に、あ、本当戻ってこられる。戻ってきてって言われた。そう、一回戻ってきてもらったの。あ、本当、うん、一回戻ってきてもらって聞いてみたいと思った。これがある上で暴れた方がいいかなと思う。ああ、ちょっと一度ね、任せます。白ヤギさんと黒ヤギさんでも何回かお便り中心でした。どっちでもどの道ボイシングが書いた方がいいかなと。そう、ちょっとボイシングが一緒だもんね、うん、ここは半分以降が同じになっちゃうので、 そうですね、そこだけかな。頭大丈夫ですよ。あれでじゃあ頭横、はい、もう、まあ、いいかな。じゃあもう一回、じゃあ白玉って方を変えてみるか。これだとちょっと違う気がしますよね。赤、下はホール、下こそホールとかやってみますか。やってみましょうか、うん、前から出します。はい、うん、男前度上げとこうかな。上げてください。はい、じゃあちょっと高めの息を。はい、カッソケンカワエドの花、江戸の花、カッソケンカワエドの花、カッソケンカワエドの花。低いけど勢いがあった方がいいってことですね。そうそう、はい、わかりました。ちょっとやってみます。カスト喧嘩は江戸の花。提案でベランメイ負けらんねえ。カスト喧嘩は江戸の花。シャッキングワンナソコンワタタ。カスト喧嘩は江戸の花。どいこしの銭が。今の三つ目最高。本当に。うん。さあさあ歌う。
けらんねえ、いきなり兄さんが切る単価、シャッチョコバンナ、そこの若旦那、橋と喧嘩は江戸の花、酔い越しの銭は持たねえからと、ことの始めに駆けつけ三杯、あれよあれよと酒三杯。さあさあ浮いた浮いた、やっとやっとやっと、さあさあ浮いた浮いた、やっとやっとやっと、橋と喧嘩は江戸の花、遠くで反射がちゃんとなりゃ、そんじゃあばよと捨てゼリフ、助け立ち出すと飛んでいく、橋と喧嘩は江戸の花。